探索の続き。うわ、落ちそうな蜂。落ちそうだな。下は水。ああ、そうか。滝の裏のアイテムのところか。じゃあ落ちないよ。来ない。大丈夫、大丈夫。あのね、こういうね、安定の悪い橋の上を歩いていると、横からドッジボールが飛んできて、ね、ドッジボールを1個キャッチして渡りきる。うん。たけしの挑戦状だ。いるね、いっぱい。盗み聞きある、久しぶりに。何頭ガンガン叩きつけてるんだ。けど一番厄介そうなのはこいつだな。こいつ殺しとくか。なんかいるぞ。壊れてない。ガバイガバイ。誰かな。ちょっと待って、盗み聞くだ。とりあえず盗み聞いてから考えよう。こくりこくり。どうじゃ。なんか。よいぞ。おい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 。受けてきた。受けてきたぞ。何が行われているんですか。おお。ドキドキ。ちょっと。何が行われているんですか。大人の階段登るやつかな。どんでん返す。あれ、もう行くしかないのか。けど敵倒したから、ちょっと周り見てくる。周り見てくる。まさかの無視できる。あれ、破壊層ん？もう幽霊みたいなのじゃなくて戦ったことないよ。ステージで戦ってたけど、こんなとこじゃなかったけど、俺の知ってる破壊層。破壊層はパターンが分かりやすい。思い出の中の破壊層かな。思い出、俺の思い出に破壊層はいないけど。お、隠れ
回は回復を即してからじゃないと体幹削りきれそうにない。弁慶みたいな感じで走り戦うはずなんだけどね。前にステップしたら割と好きだな。初見だしね、しょうがないよね。とりあえず一段階はいけたっぽいから体幹削りで行ってみようかな。行けば行けそうかな。下段攻撃をつくと、半分2パターン目まで行ったかな。迷った。つかみ攻撃は現状見当たらないからね。ジャンプか前突進ないよ。回復なぎなたは長いな。体幹ほぼ、はい、いなくなってる。どっちでもいい感じだね。お前と長いんだよな。体幹削りに行くか。こうなったら引かず、何その動き、何その動き。ここまで来て新しいパターンやめて。飛んだら前にステップがいい気が。これは全部受け切って一発投げる。これ前に行ったら好きだらけだよ。お危ね、下段攻撃前ステップしちゃった。前に行ったら逆にかわせるよね。まあ、一発切れ
これ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 、ヘリ防御。その後は前ダッシュで。最後の一発で見つけたことですよね。あ、死んだ死んだ。で、前に割と大した行動でもなかった。これは前、前っていうか後ろまで行かなきゃだめ。攻撃が重い。まああるある、初回の方が大事に戦ってあんまりダメージ食らわないあるある。お、弾かれたのか。よく気がねえ。画面端持っていかれた時のカメラワークがね、正直ひどすぎる。ジャンプですね。あー、またやっちゃう。前に設置してしまった。体感が悪い。2回切れるとかね、そういうのしてみる。体感ないんで。
と新しいことをしようとした。そうね、それなのよ。縦振りだったら好きだらけなんだけど、横振りは結構ね、前まで行けないと。ちゃうんだよね。一発食らうとね、必ずこれひるむっていうのが。一応一発殴れる隙はもうほとんど分かったんだけど、3、4、体は伸びるね。1、2、3、4、前で2回切れる。これがあるだけで全然与えれるダメージが違う。もう一遍つけるんだよ。さあ、これ危ないし。で、これは振らして。狙う。何があった。これも一回あんだよ。1、2、3、4、5枚。飛び込みをね、これ無理して反撃狙わないと一瞬で安定するね。できたらかっこいいんだけどね。別にそんな無茶する必要もねないから。ガードした後切りでも別にいい。これ薙ぎ払い危ないからほぼ回し。1、2、3、4、前。これ分かるだけで全然違うんだ。ガードしちゃったらもう諦める。
背中を切るとは武士の科学さんにも危険やつだ。どっかある A と B 丸とバツだけど、よくわからん暴れしたら誰よ。背景よ。連続でいいか。体感ゲージはしないね。ほらーちょっと足りない。1,2,3,4、 もうこれガードでも体感削れるかな。よし、印刷。戦いの記録、あれ破壊層ん、まあ勝った。お、水中で呼吸する、潜ることができるようになった。やったぜ。あれれ、橋の上で戦うんじゃなかったっけ。あれ、まあいいか。